成功するといいですね。そうですね。さあ、そしてソビエトから次第次第に世界の上位へ食い込もうというレベデーワです。今の折り方を見てますと膝が非常にこう柔軟性があっていいですね。非常にあの彼女は綺麗なスケーティングをするんですね。ですからあのジャンプが全部かあのミスなく降りますと本当に素晴らしいフリースケーティングをするんですけれども、はい、この人の滑りにはいわゆるこう優雅な気品みたいなものがありますから、スローパートが映えますね。そうですね。あ、これもちょっとミスが多すぎますね。そうですね。前半から中盤にかけてちょっとジャンプのミスが目立ちます。やはりあの正確にあの技をこなすということがテクニカルメリットの大きな要因の一つですから、やはりちょっとミスが多すぎますね。はい、うん、これは持ちこたえました。今はちょっと危なかったですけどね。年齢も25歳と、もう本当に演技の域に達しつつあります、このレベデーワの滑りをご覧いただきました。ご覧のように女子はグロスマンが優勝、レベデーワが2位、キールマンが3位に入って、いよいよこれから世界選手権へ向けての調整が始まっているところだろうと思います。